スノーマン4周年これからも共に。今日は、スノーマンデビュー4周年記念日です。アスタリスク、バックコートののパチパチ。おめでとうございます。私は知り合って4年が経ちました。まだまだ4年、もっともっと前に出会えたらよかったなーって思うけど。出会えたその時が運命だったんだよね。私が最初に見たのは2019年。音楽の日に出たスノーマンがまだジュニアの時でした。でもその時はジュニアってだけでスノーマンって知らなかった。でも実際に出会ったのはその時が一番最初だったんだよね。その日に少年隊の仮面舞踏会を歌ってその後にひらりと桜歌って心に残ったんです。詩とダンスが上手いなーって思った。そして、ひらりと桜の時にどか桜で度肝抜かされて、その時にひらりと桜を好きになったんだよね。だから私は歌を最初に好きになったんだよね。その時、腹筋太鼓もしたんだよね。それからデビューする少し前にスノーマンという名前のグループを知りました。そこであの時のひらりと桜の人たちだって噛み合ったんだよね。